チーム三日月荘で挑む EX チャレンジということで、今回もこのメンバーでやっていこうと思います。メモリアの構成は前回ちょっといじったんですけど、まあ、結局 EX4 かな、4でなんかご了承の効かないこの強強メモリアでね、ご了承の効かないステージが来たんで、そこでちょっと変えたんですけど、 EX5 でまた元に戻して、またこの同じ、多分ほぼ同じ構成のメモリア、ちょっと最近追加された、ついこの間まであったイベントの配布メモリアに変わったぐらいですかね。で、まあ陣形も相変わらずトリコロールレイドということで、まあやっていこうと思います。では久しぶりにご了承の効かないX が来たんで難航しましたね。とりあえずそういった EX が来ない限りはメモリは変えないということで、じゃあ鶴の連れていこうかな。ちょっと報酬見やすいだけど、まあいいし行こう。光属性単体ね、単体かは知らんけど、あ、魔女ね。報酬見とけば一発で分かったやつ。そうやな、このマスやんな。屋上の魔女は状態性がついてるから、ちょっとスタンとかスキル負荷は狙えなさそうかな。デフォでついてるし、その時点でちょっときついんやけどな。ちょっとってか結構スキル負荷とスタンでかいから、となると、まあメモリアのちょっと構成的にどうやろうなこれ。まあもう迷ったら MP 貯めておこう。 MP 貯めるかチャージするかの2択。そうか、状態異常がいきなりかからんか。で、向こうは状態異常やってくるっていう感じやろうから、いやでもどうやら屋上の魔女なんだかんだ久しぶりじゃない。てか屋上の魔女って横マスやったっけ、縦マスじゃなかったっけ。こんなマスやったなとか言ってたけど、なんかしかも光属性1ターン目は何もなかったのかな。ここでコネクトポイント貯まるのが美味しいな。ACC でいいかな。まあ、CCA の方はマギアは貯まるけど、まあ、とりあえずチャージでいいや。ここはチャージで。次何してくるかやな。で、最後90万。90万かな。3マスやから。まあ、野鳥のブラストで攻撃するのもいいし、もらって、フェリシアに渡すっていうのもあり。ああ、回避。必ず回避か。確かに屋上の魔女といえば回避やろうけど、ね、そんな無難にそのイメージ通りやってくるなんて。でもデフォで回避、なんか魔女の中で唯一なんか回避とかやってくる感じの、まあ確かに当てづらそうな見た目してるけど。ここどうしよう。チャージコンボやな。できるっちゃできる。で、でもフェリシアで攻撃したいからな。でもここチャージ続いてるし、チャージコンボでつなげられるし、ここはまあ遠回りダメージ与えられるから、まあ誰に渡してもいいから、とりあえずここはチャージコンボでいいと思う。でまあそそのブルームライズとか入っとくか。てかその前ね、回避向こうがないとそもそも当たらんから、これコンシールブラストやから。まあフェリシア一応回避向こう3はついてるけど、まあ端末やからね、ここは本命じゃない。ていうか回避何ターンか見ときゃよかったのが、2回連続成功させるのは強い。しかも必ず回避やからな、確率で回避とかじゃなくて。てか、まあ弱点やからか。1万2000、あー、てか落とされるな、これ。この3回ターゲット来るとやられちゃうんだよな、普通に。素の火力が高いから。いや、まいったな、これ。あー、でもこれ、7チャージやから、これちょっとブラストでちょっとコネクトできないの残念が、どうせチャージ途切れんやったら、これ AB はありゃ、あーまあ ABB の方がダメージは出せるけど、7チャージやったらそこそこ増えるんじゃないかな。で、回避は一旦だけやろ。状態異常はないんかな、わからんけど。てか、アンチデバフ忘れてた。デバフはしてこないな。回避とこの効果力ってだけなのかな、多分そこそこ増えると思うけどな、これ。
あ、やっぱ捨て回避も持ってんのね。まあ、いや、痛めかな。回避発動せんかったから。いやー、そういう感じか。これ、マギアがいいな。やっぱ回避ある。結構火力アップするのね。ちょっと、イロハの蘇生とか考えてたけど、ちょっと追いつかないな。まあ、イロハも回避するけどね。この攻撃力アップは一旦か。まあ、どれもかなり攻撃力が高い。で、これは、BBA かな。BBA にして、これでサナのマギアを貯めていこうかな。サナのマギアを打てばさすがに、ちょっとは耐えられるやろうかな。まあ、何にしろ回避ついてるからな。もうマギアで、マギアしかない。なんなら BB も BBA もあんま意味ないけど、これで回復と、まあ、やっぱこれで65か。まあここはクエルブルームしてるからまあ余裕で耐えれるけど、相手の攻撃力アップに合わせるってのもありやけど、まあスキルクイックもあるしな。狙い通り CCA かな。 CCA でこれでマギア貯めようかな。回避案にあったらこの貯めて貯めて B で外したら意味ないからな。それだったらもう一気にマギアでやるのがいいな。いい感じに回せてるな。ちょっと野鳥は若干怖いかな。耐久不運が重なって3回連続攻撃されたら落とされるから CCA かな。まあ、エンチャントシールド履いてもいいぐらいやけど、これとりあえず、まあ、もうすんごい硬くなって結構回避してくるのね。いや、ほんと1ターン目よく回避発動せんかったな。なんか化けの皮が剥がれた感じやな。1ターン目あや何もないかなと思って、あだから状態性高いんか。てかたまり切ってなかったのね。なるほどね、状態以上で回避無効はさせないと。なるほど、まあ、クロエがマギアやもんな。だからそういうことなんやろうね。で、これ、どうやろう。次、攻撃力アップしてくるんやったっけ。マギア、どうかな。いや、チャージしたいかな。まあ、様子見でいいか。いや、危険か。てか、そろそろやっちゃうに、これ、どうした。いや、でも、ええないしな、ここ。ええないんやったら、もう、ここ、CC でいいか。蘇生するか。念のためエンチャントシールド入ったか。あ、でも体力回復するからワンチャン大丈夫かな。耐えれるでしょ、ワンチャン3回復されても。これでダメージを与えつつ蘇生や。サナのマギアと合わせたかったってのもあるけど、ちょっとあんまりやってなかったな。もう俺回避メタのやつ作ってきた方がもう手っ取り早いやろうな。ご両親にも程があるわ。しかも攻撃力アップターンここじゃなかったな。やっぱ次やんな。95、お、このことも出てきた。ここ回避、これフェリシャーに渡したいな。ちょうど体力も回復したいよな。これでピュエラになるんだな。これでピュエラになって、この B、 この B 当ててくれたら多分落ちるんじゃないかな。フルバフやし、これ当たったら気持ちいいよ。外れた時すんごい絶望感が出てる。いや、もう俺はもう決めてもらうしかないわ。ピュエラになるからもう当たればもう多分確定で落ちる。4チャージプラスフルバフやし、ここで回避とかなんか消化したかったの。ちょっと気持ち的に関係ないんやけど消化したかったの。当てていく。しかも、まあ、回避じゃなかったな。回避もこうなかったら、まあ、案の定落ちたな。そう、回避の時代は終わったと言いたいところなんだが、やっぱりこうね、対策してないと全然っていうか手こするような。やっぱ今も回避って、なんか今
今でこそ回避向こうの方がもう当たり前のにあるから、なんかもう回避イコールカモなイメージあるけど、対策してないと普通に厄介やからな。で、次、火属性、木属性、闇属性。これはもう魔法少女でしょ、多分ね。一応。使い魔の可能性。でも、どうなの、噂とかもあるかもしれないしな。でも、ブックエッジな、さすがに魔法少女やと思うけど。構成はこれでいいかな。ああ、でもほんと火属性重要か。ちょっと脳死でつるのせてたけど。タコ起きたか。これは、ブラストコンボ。ね、MP ダメージやってきそうやな。23万、25万、22万ね。まあ、正味、状態異常が辛いから、ネームから落とすか。まあ、もう順当に弱点ついていくか。全部厄介やからね、攻防ダウン、攻防アップみたいな感じで、ドレイン系のやつも、あとは、普通に、てか、ウィーが MP 自動回復とかね、全部厄介やから、結局。結局全部厄介やから、弱点ついていこう。そのためにこの5属性や。5属性がいる。吐かずじまいな、もったいないからね。今度はもうデバフとか状態異常を、オンパレードやろうからね。ただ今度は状態異常耐性がついてないから、それそこがどうなるか気になるな。じゃあ行こう。ああ、まあ横縦の方が良かったかな。クリティカル素晴らしい。やば、クリティカル。しかも1ターン目何もしてこないんだったら、ここでちょっと投下落としておいて、なんかされる前に。これ1ターン目何もしてこないの本当親切やから、これは意地でも落としたい。CCB。いや、でもなんか、どうね、落として大丈夫かな。何もバフついたりせんよな。これやばいよ。これディスクの運が良すぎて、ディスクとなんか効果の運が良すぎて。いきなり100回復してくるのかな、ウィが。毎ターン MP 回復もないんやろ。ありがたいな。CCB で。回避とか、今回回避がテーマなのかな。いや、でもこの中で回避するキャラいいよな。戦略か。倒しきれなかったか。あ、コーゲールカップね。あー、こういう感じね。いや、でもトーカーこと落とすのはでかいで、トーカーもなんかしてくるはずやったやろうから、ここで。ちょっとコーゲールカップ入ったんたいけど、これ何ターン？あ、2ターンか。なんかマギアップもついてるし。まあ、とりあえずコネクトポイント欲しいとして、こうか。A、B か。これでいいかな。とりあえず一人ずつ落としていこう。ただこうなってくるとマギア間に合うかどうかやな。もうクエルブルーム帰ってくるから、ちょっとそこの帰ってきたクエルブルームを温存したいな。でルーチェスペランツァーを大変だから、まあ、それか落としきるかやね。次でまた30増えるやろ。相手が1回しか攻撃してこないんや。しかも今にプラスやからたまらんやろ。で、これ、フェリシアからもらいたいな。CBA が火力出んのかな、これ。どうなんやろ、ACB の方がいいかな。次、68やろ。そこに、80やから、まあ大丈夫やから。なんかしてこん限りは、特殊なことしてこん限りは。CBA か。どうなんや、ブラスターの方がダメージ出んのかな。精神強化のブラスターあるけど、これ。まあ、B か、B でいいか、CBB で。いや、マギアップ込みのやつ食らいたくないな、このマギ。これで80やろ。で、ブラストしかしてこへんのかな、これ。じゃあもう一回大丈夫だ、もう一回だけ猶予あるな。まあ、狙止めこのクエルブルームは置いておくけど、これ。イロハに無理やり、まあこれ攻防防御力ダウンしてさせて落とし切りたいってのも、あ、5万か。5万やけど何があるかわからんからな。ちょっと余裕があるうちはちょっと余計なことしんとくか。ちょっと無難に CBB でやってみる。ちょっとエンチャントシールドも怖いから入っとくか。CB、これで一応ピエラやけど。
回避とかなければ終わる。あと耐えるとかサバイブとかその他ものが、まあ、それはないと。5人でいけたボタンで、いやまあだいぶ運が良かったけどね。これ序盤の2ターンが運が良すぎて被害が収まってた。トーガのねバフはデバフバフは食らいたくなかった。多分そんな感じのやつあったと思うけど。では EX さん、光また光、今度スピーカーね。いやフラワースピーカーか、なんか魅了のイメージ強いけど。ドリマーまたツルでいいか。またフェリシア大活躍じゃん。フラワースピーカーマス多いと思うから。おクロスや、150番ね。 X さんね。でピエラは美味しい、ピエラは美味しいけど、ここは ABC でいいかな。あーでもどうやろう、火力出せるもんな。 HB でいいか。いやでもあくまでやっぱフェリシアのこのチャージしてからのこのフルバフがマジで強いからな。それできればもう大抵の敵を倒せてるから、欲しいと思うわ ABC で。で状態異常がどれぐらい強いかやねんな、フラワースピーカーの。まあ、状態異常してくる前提なんやけど、まあ、防御無視とかいうイメージもあるけど。いやでも今回も魅了とか幻惑じゃないのかな。必ず系はレジストレーズサークルでも防げへんから、やっぱそこが注意。なんか出たな、スキル評価向こうかな。コーボアップシンプル、クエルブルーも追い越してないってことは蓄積型かな。でなんか追加効果でなんか魅了とか幻惑ついてる感じなんかな。10ターンのね流行りのこのバフしてこない敵いなかったことないんじゃない最近。ずっともう絶対どっかにいるよな。で俺は何を確認したかったんだっけ、何を防いだかやな。なんか防いだよな、防いだっていうかブラストダメージカットかもしかして。まあそんなこともあろうかとね、フェイシアでショーテルアデプトダメか虫つけてるから、そこは対策もまあ7やけど対策済みかな。でここどうしようかな、これ ACC でいいかな。ちょっとディスク微妙やからこれ、まだその時ではない。ただ10ターンやから悠長にしてる暇もないっていうのかな。あと まだ1ターン目やしな、1ターン毎ターンコーバッパー確定してるけど、そこの他に何か付け足される可能性がある。特にないと回避向こうはないかな。ただ結構きついな、早めに渡したい。あと防御力も上がってるからね、どんどん通りが悪くなっていくっていう時に来た。たださすがに150万で防御力アップも入ってるからきついかな。さすがにきついか、全部クリティカルでもきついかな。てかそもそもブラストダメージカットがついてんやったらなおさら無理じゃないかなこれ。てかブラストダメージカットついてんやったらこれマギアしかなくないか。ショーテルアデプト7がうまいこと機能するかやな、ショーテルアタックアデプト。てかブラストダメージカットなんかなほんまに。あなんか出たな、ブラストダメージカットじゃねえかやっぱ。でもダメか無視発動してるからすごい。いやつえ、必ずクリティカル。マジか、やばいことしてるかな。え、この蓄積バフに必ずクリティカルってえぐいことしてくんな。うわマジか、これ落としきれないんじゃないの。18万円し、まあ一応 ACA、 まあ必ずクリ、そんな凶悪なバフは一旦で切れると思うけど、次で一応帰ってくるな、クエルブルーム。まあ、サラまだ耐える発動してないからここはまだ大丈夫かな。ちょっとここはまだ焦る時じゃない、ここで変に ACB とか中途半端なことしてなんか攻撃の手段なくなるのはまずいから、ここはまだ、てかまだなんなら2万入ってんのか、まだいいダメージ入ってるな。ここ次決めよう、次で決めよう。
まあ、次に決めにやったら AAC でもよかったかな。これで確実にバーチャルでコネクト渡せるから、ウクエルブルームと合わせて終わるかな。一応また攻防ダウンはウクエルブルームかね。さすがに。いやーでもど、あーでもそうか、ブラストダメージカットついてんのか。やばいな、これ。案外、きついか。いやーでもさすがにいけるか。どんなもんやろ、ショーテルアデプトで無視しちゃったからわかんないんだよな、これ。いや、つったってここはさすがに、ブラストコンボをするしか選択できないと思うけど。お互い固くしよう、耐えるけど。あ、行ったんじゃないこれ。さすがに行ったか。回復して。いや、マジか。スキル負荷なんかかかったけど。え、これ、イロハに3回コネクトでよかったな。余計なことしたな。そしたら終わってたしな。無駄に行ったら長くなっちゃった。でも、さすがにこれはもう4800にはさすがにもう端末で終わりやから。いやー、フェリシア強いわ、ほんと。もう最近ずっとなんかフェリシアのなんか、バフかなんかでやってるんですよ、強い強いメモリアで。だから、何やろ、これ何回かこれコンティニューしてたら、そのうちいけるでしょっていう感じのディスク運転っていう感じやな。さて、前回はかなり高難易度だった EX4 にやってきた。今回はどうなの？光と闇か。もうその時点でも嫌な予感がする。あー、これはなんとなく想像がつく。まあ、二人でしょ。二人以上、予想では二人だと思う。どんなことしてくるんやろ。マギアやろうけど。まさか、対戦って決まったわけじゃないけど。まさかあの無限蘇生地獄をしてくるのか。ここはさすがにそうだよな。40万50万9 2人合わせて90万か。いや、アクセルコンボできるけどどうなんこれ。分からされるんじゃない、アクセルコンボっていうか、もう理不尽な MP 回復でマギアで分からされるかもしれんけど、ここはもさすがにアクセルコンボじゃないかな。で、色は絶対倒さんとあかんと思うね。絶対蘇生は持ってると思うから、まあこれは端末なりのフェリシア耐えられるかどうかやな。とりあえずつべこ言わず、そうアクセルコンボね。開幕からぶっ放してきそうやから、こっちもぶっ放そう。開幕からこれで、あ、ネグレクトか。ネグレクトやったらこれで様子見かな。いいね、クリティカル強い。ここに行ったメラもしょうがないと追加方法かな。お、ACA 来たな。いい感じにマギア貯めれそうやな。とりあえずイロハ集中攻撃でいいかな。俺は黒へ蘇生してこないよね。 ACA、 まあ体力回復も入ってくるやろうけど、イロハのもう EX にイロハは大抵も体力回復、蘇生、まあ、攻撃たまにコミルガップとかしてくるかな。まあそうだよな。 MP 回復直接的なことしてくるのね。さっきのオイと一緒やな。すげえ2回回復回避。 あんまり殴りすぎると93か。ただ次まだ MP 回復してこないから、多分100になった途端に打ってくるやろうから、ここ CCA でいいと思う。CCA でもバフ入っちゃうか。同時し切れれば、バンバン剤。ま
ただどうやろうな、これいくらバフがあるっつっても、まあさすがにこの2人に限って回避はしてこんへんやろうから、まあ一番いいのは縦ブラで巻き込むことなんやけど、落としきれた、あ攻撃力アップ、横ブラ、あ全部横ブラなんや、全部横ブラやったらとりあえず攻撃ではたまらんな、まさかブラスト3枚持ち嫌じゃないんやけど、ここせっかくフェリシア溜まってるの落とされたら、いやでも言うても闇か、いやでも86やしな、ただこれ86つったって、ちょっとマギアこの ACB にちょいアクセル溜まるけど、ちょっと攻撃耐えられないかな、サナはまだ耐えるはずをしてね、ブルームライズも入って固くしておこう、コネクトが一旦途切れんのが痛いな。けどまあここは回復でしょ。バフもまだあるからね。これで8増えるのかな。じゃあ4か。4やから90か。90やから、97へん、89か。で、これ次溜まるから、クエルブルーム帰ってくるから、置いておこう。よし、このクエルブルーム大事や。あ、今度こそ溜まる。溜まるけど、これ。どうしよう。CCA、いや、ACC でも溜まるから、ACC でやどっぺりいけへんから、どの道。だから、ここは普通に攻撃でいいな。ちょっと耐久怖いから、ちゃんとシルバー入って。で、デバフ無効とかしてきたら、シャレにならんけどな、これ。いやでも言うてこっちのマギアも溜まるよ、まあ、耐えればいいよ、これで100いくやろ、あてか結局 CCA にしてるやん、これエンチャントシールドした甲斐があったな、2回攻撃飛んできた、で次多分100溜まった瞬間打ってくるし、防御力ダウン入れて耐える入れとこねえのダメ、クエルブルームじゃどうにもならんこともあるし、え、なんかマギア見たさもあるけど倒してしまうかな、これちょっとマギア見てみたいんやけど、まあダメプして負けるほどダサいもんないからな、これは AA でいいかな、コネクトポイントも足りてるし、どうなんやろこれ、フェリシア端末マギアやけどこれ、いや見たかったかもあるけど、まあよかった今回は苦戦しんかった、でも EX もねそのままで、また光多いなんで魔女ね、光するので、あ、紅茶入ってる、リベンジアデプト、まあいいかこれで、ね、ちょっとオーバーライズアデプト活かせないけど、もういいや、もうそこのこだわりは、よし、これでいこう、光多いからなんか余計になんかフェリシアが活躍するな、まあいい、悪いことじゃないんやけど、そうフェリシア頼りになってるな、おお、いいね、よし、端末でとうとう端末で130万の時代来たか、5マスで120万ってお前 EX5 やからってのもあれやろうけど、え端末やったらなおさらこれフェリシアのマギア打ちたいんやけど、こんなもうフェリシアのマギア打てば一発やろ、弱点じゃなくて29万やの、まあ、バフも入ってたけど、あーでもやっぱとしたからモラルユニティライザー置いとけばよかったかな、防御力も上がるし、防御力上がらんか、状態状態性か、こっちは状態状態性か、まあでもいいでしょう、とりあえず ABC、 この ABC はいいよ、さあルロウの魔女といえば幻惑のイメージがあるけど、いや全然減らない130枚から、
呪い、しかもレジストライズサークルしてるのに呪いかかる。この前の EX 用の悪夢が、あーでも2回連続これはすごい。 EX 用の悪夢はうまいけど、この呪い長かったり2ターン、これはもう早急に治しましょう、治療しましょう。やばいな、そんな攻撃をバンバンやってくのね。で2回連続ピエロはでかいけど、ここは ABCD か、ここも ABCD や、もう ABCABCD や。とりあえずフェリシアに渡せればもう勝ちやから、オールディスクアップも入ってダブルコネクトするだけでいい。まあ今はやらないけどね、こっから。ああ、かな、そういうこともしてくるのね。また呪いや、もう嫌や、呪いは。また呪い向こうのやつ持ってこへんとあかんの、これ。これはまあでもサバイブないよ、今回サバイブはない。で、ブラストコンボやな、ここは。ここ渡さんでいいと思う、ブラストコンボでいいと思う。普通にその方が火力出るんじゃないの、チャージ途切れるけど。またデッキ変えるのめんどくさいから、まあでも今回 MP を止める必要はないから呪いだけでいいのか。ただメモリを持ってきても3つしかないからな、3人までしか防げないんだよな。まあプレッシャーガーデプトつけてる人借りるからな。で状態上でダメージアップね。まあ、このコンボほんと辛いんだよな。これプレイヤー側がやっても強いし、しかもフェイシアは何気のされて痛いねんな、これ。ただこれ、着実に溜まってってる鶴の MP が。まあ、ただ鶴のマギア打ったところで感はある。そうなんだ、結局これ。かもブラストコンボか。ここで。端末ゆえにブラストの耐性ないという、ね、全体マギア打ってもなーっていう、ね、やっぱせっかくツルノのブラストがもらえんねんから生かさない手はないな。いやーバフも抱えたまま落ちちゃったからな、蘇生で。いやーでもやっぱ端末やから減らないな。MP ダメージはしてこないから一応着実に溜まるには溜まる。ただ呪いがな、やっぱ呪い殺されちゃうんだよな。レジストライズサークルもやけど、マジな、7の状態上対戦7のやつやってもかかっちゃうからな。まあどうしても無理やったらまた呪い対戦持ってくるけど、でここはもう入れ MP、スキルの方は2ターンじゃないの、これは1ターン、あ、これも2ターンなんだ。だからさっき1万減ってたんか、1万減るのやめてくれ、呪いに味しめたな、別人やけど。もはや人でもないが。そう、結局クエルブルームでこれ根拠下げても呪いが痛いっていう。もうやけど戦法に似てるよな、だからやけどよりも恐ろしいな、これ。今回は書かなかったな。やけだったらまだこの自動回復入るからいいんやけど、トン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 とまではいかんけど、あ、PCB これでも確実に一応 MP 貯めていこう。いやこの回復切れないのほんと痛いな、これ。いやこの BBC でいいよ、ダメージがマジで期待できないから。いやきついこれ、じわじわ減っていく。どっかで呪いかからんかったらそれだけででかいんやけどな。これで89たたい、ターゲッティングでもこれ呪い回避、大げ呪い回避で自動回復入って、さあこうなってくるともう決して呪いかかったら終わりやな、これかかっったら終わりやし、これちょっとエンチャント自動入っておかたな、ちょっとダメージの方で食らいたくないから。 CBA でレストヘルスな、なかなか帰ってこないんだよな、これ。 CBA
いや ACB かなこれ。ACB でどれぐらい溜まるかな。一応チャージかましてあるけど。これで88やの。だからまだ溜まりきりはしないから、多分攻撃からだったら溜まるんじゃないかな。で次このこと次第では野鳥ドッペルまでいける。101で回避できないからな。100に溜まって呪い回避でこれ難しいな。あーこれなんかうまいこと来なくていかへんからこれ渡しちゃうか。渡してドッペルの用意しといて。ドトリマ蘇生かドッペルし野鳥にドッペル打ってもらってでそれで終わる感じかな。体力回復するから多分大丈夫やと思うけど呪いくらっても。ドップレの準備は完了したけど、OK。あーでもこれ耐える一回発動したから、いやでも呪いで倒されたからこれまだ耐える発動してないけどまた呪いかけられちゃったなこれ。でこれでまた呪いで倒されちゃったまた耐えるが、いやもうやばい俺さっきのステージでなんか無限蘇生戦法かとなんかほざいてたけど俺がやってるやん結局そんななんてひどいバフなんだ。そんなねレンさんを止めるためにねこのドッペルを放つ防御力も下げるとか言って落とせんか。いやでも端末やからねほんとこれ34万かどうなんやろうこれ。 BB かドッペル BB これなんぼ変やろ。34万落としきれるかこれ。対策なしで呪いのバフ4枚つ4枚入ってるから25万かこれ落としきれるかな。ビビで、あーギリ足りないこれ。あーこのミリゲージが。ただこのクッドポイントここに溜まる。ここに来て呪いが控えめだったらただ必ず呪いが次来んねんな。ただもうさすがにこれは終わり。うん終わりだ。まあ、前回よりまだ呪いはマシではあったけど、剣闘ブレッシングアデプトとかそういうのが呪い無効剣闘したくなる、したくなるような呪いっぷりやったな。ということで今回はまとりあえずつまずくことなくクリアということでいくつもまで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。